おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンレタスサンドいかがですか。俺、新藤蓮はホテルブリーズレースの懐石料亭の料理人だ。4番のお客様、締めの果物をお願いします。了解。この橘五木はうちの店の接客担当、そしてピークも過ぎたし、やっと一息つけるな。はい。五木と俺は恋人同士でもある。こら五木、職場でこんなことするなって言ってるだろう。ちょっと疲れたし充電。だからって厨房にもホールにもスタッフがいるんだぞ。でも見られるかもしれないって思ったらドキドキするでしょ。ほらそこ、スバルさんとかちょっとこっち向いたら見えちゃうかも。バカ。ねえレンさん、明日休みですよね。そりゃそうだろう。大晦日は休めないから、30日に休みを合わせろってお前が。だってレンさんからそういうの言ってくれないから。そうだっけ。大晦日はうちのホテルのカウントダウンイベントもあるし、忙しくなるから明日はレンさんの家でまったりしましょうね。おい橘、あんまり振動にベタベタするな。もうすぐ予約のお客様が来る時間だろう。ああ、すみませんスバルさん。ちょっと焼いてるのかな、僕のレンなんだけどな。ん、なんか言ったか。うん、さあ早く戻りましょう。だからまったりできないって言っただろう。俺はおせちの仕込みで忙しいんだ。うわあ、鬼しめにごまめ、昆布巻きに栗きんとん、これ全部レンさんが一から作ってるんですよね。和食の職人をなめるなよ。そうですよね、さすがレンさん。今つまみ食いしたら怒るぞ。でもちょっとだけ栗きんとん。おいしい栗きんとん、甘くて滑らかでとろとろで、レンさんみたい。それにレンさんの味もして余計に甘い。こら、何を恥ずかしいことを。このままレンさんごと食べちゃおっかな。バカ、つまみ食いしたら怒るって言ったとこだろう。あ、ごめんなさい、でも本当に美味しそうだったから。まあ栗きんとんは特に手間をかけてるからうまくて当然だ。レンさんの自分の腕にちゃんと自信持ってるとこ好きです。ああ、もうそれ以上言ったら。言ったら何ですか。おせち食わしてやらないからな。それは困るな。ブリーズレース切手の職人さんのおせちが食べられないなんて。ね、もういいからお前はあっち行ってろ。嫌です、僕は1秒でも多くレンさんのそばにいたい。出ないと。出ないと。うん、ただ可愛いレンさんのことずっと目に焼き付けたいなって。そういうのもういいから。ねえレンさん、明日の大晦日お店閉店したらホテルのカウントダウンイベント一緒に見ましょうよ。ああそうだな。
本当ですか？なんだよ突然。っていうかなんでそんな顔してるんだ？なんでもないです。新年に変わる0時には芝生庭園で花火も上がるんですよね。レンさんと花火見て一緒に年越せるなんて最高です。そっか、うん。あとカウントダウン終わった後したいことあるんで。なんだ？当日までの内緒です。はあ、やっと閉店ですね。ほとんどカウントダウンイベントに来たお客様だろうな。大晦日限定メニューだったしバタバタした。僕先に上がって芝生庭園で待ってますね。ちゃんと花火が見えるベストポジション確保しますから。ありがとう。こっちも片付けが済んだらすぐ行く。進藤、ちょっといいか？スバルさん。はい、わかりました。俺はお前と一緒にカウントダウンの花火を見たいんだ。それって今日どうしてもお前を誘いたくて、そのこの節目に進藤に告白して新年から新しい関係になりたくてさ。レンさん遅いな。もしかして先輩としてお前を料理人として育てていくうちに好きになっちまった。でもスバルさん知ってるじゃないですか、その俺とイツキのこと。ねえ、知ってるよ。お前たちが付き合ってることも、あんなかっこいい立花に俺が勝ち目なんかないことも。でも俺はお前が欲しいんだ。仕方ないだろう。なあ俺にしろよ。これ以上はダメです。立花よりも仕事できるし頼りになると思うぞ。話してください、スバルさん。あなたが俺のこと好きだから手に入れたいと思ってるのと同じですよ。俺もイツキのこと好きだからイツキから離れる気はないんです。進藤、すみません、スバルさん。気持ちは嬉しいけど分かってください。やっぱりな、強く迫ってもダメか。進藤なら流されてくれるかと思ったけど、お前がそんなに強く言うのも珍しいよな。気持ちは痛いほど伝わったよ。あ、ごめんなさい。いいんだよ、引き止めて悪かったな。さあ立花んとこ行けよ。さあ2022年の幕開けまで1分を切りました。もしかしてレンさん。新年まで10秒前。10、9、8。イツキどこだ？レンさん、ここだよ。イツキ。5、4、3、2、1、0。ハッピーニューイヤー。待たせてごめん、遅くなった。いいんです、レンさんはこうして僕の元に来てくれましたし。当たり前だろ、俺だってお前と新年を迎えたかったんだから。本当に僕ですよね。何度も聞くなバカ。よかった。本当は僕一人で突っ走ってただけかと思ってたんです。なんでそうなるんだ。レンさん、
いつも僕と何かしたいって言ってくれないじゃないですか。だからもしスバルさんととか考えちゃって。それでこの間からちょっと微妙な顔してたんだな。言わなかったのはごめん。俺にはいつきだけだ。いつきと年末を一緒に過ごして新年を迎えられて、幸せだ。レンさん。じゃあ改めて今年もよろしくお願いします、レンさん。こちらこそよろしく、いつき。ねえレンさん、これから一緒に初詣行って帰ったら、おせちだな。雑煮の準備もしてあるから。その前にしたいことあるって言いましたよね。ああ、そういえば何がしたいんだ。ひめはじめはあ。とりあえずもう少し花火見てましょうか。おー